合気道の動きを見て誰もがまず感じることは調和の取れた丸い裁きの素晴らしさでしょう。またその一方で合気道には相手と触れた一瞬のうちに相手を制するほどの厳しさもあります。このことは入り身の動きに表現されます。合気道の投げ技ではこの入り身と裁きの一致した動きで相手を投げる技が多く見られます。この基本的な動きを常に念頭に置き、これから投げ技のいくつかを見ていくことにしましょう。投げ技は入り身投げ、四方投げ、回転投げなどを基本としてさまざまな応用技へと発展していきます。ここではこれらの技の中から入り身投げおよび四方投げを解説します。入り身投げは異常に多種多様な変化を持っています。またこの動きには入り身で一瞬のうちに相手を制する厳しい武道の一面と丸い炎天の妙から来る超合理性の一面とが最もよく表現されています。相手が正面から右手で打ってきた場合、左足を踏み込んで素早く入り身をし、左手で後ろ襟をつかんで大きく右に回転しつつ相手の体勢を崩します。そして左に反転し手刀で相手を自分の側面に倒します。相手が打ってきた場合、相手の四角に大きく踏み込むことが大切です。またこの技では動きを止めずに流れるように相手を崩すことを心がけてください。相手が右手で側面を打ってきた場合、左手刀で相手の右手刀で面を打ち、回転しながらその両手刀を生かして相手の右手を切り下げます。右手で相手の右手を外側に払いながら、左足を相手の右後方に転じて体勢を崩し、入り身しつつ右手刀で相手を倒します。相手が右手で右手をつかみに来た場合、同時に左足を踏み込んで相手の後ろ襟を押さえます。手刀を螺旋状にしながら相手の右側面に入り体勢を崩します。そして相手が体勢を立て直そうとしたら逆に左に反転し、手刀で相手を自分の側面に倒します。
左手で右手首を取られた場合、相手の左側面に入り身し、左手刀で制して相手の左手を右手首から切り離します。左に転換し、後ろ襟を制して相手の体勢を崩します。ついで右足を軸にして前転し、一歩踏み込みながら相手を倒します。相手が両手首を取りに来た場合、右手刀で相手の両手を切って制し、右手で相手の右手を誘導しながら一歩踏み込みます。ついで左手で相手の首筋を押さえるとともに、右足を後方に転じ、相手の体勢を崩します。さらに逆に回り、右足を踏み出して右手を切り下ろし、相手を倒します。相手が両手で右手をつかんだ場合、まず右手刀を大きく螺旋状に振りかぶります。相手の右側面に入り身し、右に回転しながら相手の体勢を崩したら、逆に左に反転して右手刀で相手を倒します。相手が正面から左の剣で突いてきた場合、半身の構えから相手の左側面に入り身します。相手の後方に一歩入りながら腰を入れ、左手刀で相手の顎を通じて倒します。相手が左手で自分の左手首をつかみ、さらに後ろへ回りながら右手首をつかんだ場合、
両手首を腰につけ、手のひらを上に向け出す。両腕を内螺旋状に振りかぶり、右足を相手の後方へ移し、両手刀を切り下げて相手の体勢を崩します。ついで相手の首筋を押さえ、左に回転しながら左手刀を切り下ろし、相手を倒します。入り身投げにはまだまだ多くの変化技があります。まず今見てきた技を確実に身につけ、入り身やさばきの動作がいかに合理的に作用しているかを理解することから始めましょう。続いて四方投げです。四方投げは左右いずれかの足を軸として四方八方、さらにその倍数と無限に刀を切り分ける動作から出た投げ技です。これは剣の理法を体に表すという合気道本来の動きを最もよく表したものだと言われています。相手が右手で横面を打ってきた場合、両手を手刀状にし、体とともに側面後方に切り下ろして回転します。ついで両手で相手の右手首をつかんで大きく踏み込みながら振りかぶり、前方より一転して両手刀を切り下ろして倒します。裏技の場合は両手を手刀状にして左足を相手の右側面へ一歩踏み出します。右手で当て身を入れると同時に右に転換し、両手で相手の右手首をつかんで大きく振りかぶり、切り下ろして倒します。この技では手刀を生かしながら側面に素早く入り身し、相手の手首をしっかりと制しながら転換することが大切です。相手が左手で右手首を取りに来た場合、まず右手を手刀状に弧を描いて振りかぶります。その際左手で相手の左手首を持ち、同時に膝を相手の左側面に転じます。そして相手の左手を切り下ろして倒します。
裏技ではまず右手を手刀状にし、相手の側面に転換し、大きく回転しながら右手を切り下ろして倒します。相手に両手首をつかまれた場合、左手で相手の左手をつかみながら右足を踏み込んで立ち上がります。右手刀を振りかぶり、相手の左手をつかんで一転、振りかぶった両手刀を相手の左手を通じて切り下ろして倒します。裏技の場合は、相手の右側面に踏み込んで立ち上がり、右に大きく回転しながら相手の右手首をつかみます。右手刀を振りかぶり、右足を踏み込みながら切り下ろして倒します。相手が両手首を取りに来た場合、まず左手で相手の右手を誘導しながら一歩踏み込み、相手の右手首をつかみ、左手刀を螺旋状に振りかぶり、右に転換しながら相手の右腕を切り下ろして倒します。裏技では、右手で相手の右手をつかみ、相手の右側面に一歩踏み込んで、右に大きく回転します。同時に、右手刀を振りかぶり、切り下ろして倒します。
相手に後ろから両手首をつかまれた場合、重心を落としながら両手刀を内側ら線上に振りかぶり、右足を踏み出します。ついで相手の右手首を両手で掴んで振りかぶり、左へ回転して切り下ろし、相手を投げます。裏技ではまず重心を落としながら両手を手刀状に振りかぶり、左手で相手の右手をつかみます。右側面に一歩踏み込んで、右に大きく回転しながら右手刀を切り下ろして倒します。合気道の投げ技は非常に多くの技があります。そしてその中で代表的なものが今見てきた入り身投げと四方投げです。それぞれの技の特徴を把握すると同時に、全ての投げ技の基礎として確実にマスターしましょう。